あなたからもらえてとっても嬉しいわ。アイラさん、ありがとう、だってば。何かお礼をしたいわね。そうだわ。パイロンを受け取ってちょうだい、だってば。なぜ？皆さん、おはようございます。ただいまのアイラトーン時刻は2021年2月14日、日曜日の午前10時30分です。今日は特にお知らせはありませんが、今日は星座占いによると、一日ハッピーに過ごせるそうなんです。お？あ、私ったら個人的なお話をしてしまってすみません。では、今日も皆さんが楽しく暮らせるよう、精一杯お手伝いさせていただきますね。バレンタインやけんね。バレンタインの日に、一日よく過ごせるなら、良きっすね。はい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ん？なんかめっちゃ届いとるぞ。え、なんかすごい届いとる。何？母、あゆなえ、かじかんだ、手に息をかけ温めて、春を待ちわび、一心入魂、春よ来い、母より。なんだろうか。アイダホ。お、テンション高めのあゆなえ、ハッピーバレンタイン。へへ、びっくりしたか？いつも世話になってるお前にありがとうを込めてこいつを送るぞ。オイラの汗もおまけで入れといたから心して受け取ってくれ。いらない、選択して。いつも全力のアイダホだぞ。もしかしてこれみんなからのバレンタイン？全部。そんなにいっぱい？一番仲いい子からとかじゃなく？アイダホや、他は？ねえねえ、アイナくん、一緒に遊びたいな。たくさんお話ししたいなって思う人が大切な人だよね。ってことは僕の大切な人はアイナくんに決まり。この気持ち受け取って。美味しそうでしょ、アンチョビより。多分バレンタインのってことよね。同じ、なんか、便箋やし。バレンタイン仕様ってことこれ。モニカ。あ、かわいい！アイナちゃんに届け！普段は照れくさくて言えないことが言えちゃうチャンス。それがバレンタインだよね。あたいの大切な人、いつも仲良くしてくれてサンキュー。いやー、やっぱり照れくさい。ときめきのモニカより。なんか、種類あるんやね、便箋。てか、かわいい。一人だけじゃないんや。めっちゃいっぱい来る。嬉しい。ハンナちゃん。一番のダチ、アイナへ。今日はバレンタインだし、うちも張り切ってプレゼントを用意したんだよ。だってあんたはうちの大切な友達だからね。あんたとはこれからもずっとつるむつもりでいるから、よろしく頼むよ。あんたの味方、ハンナより。みんな、郵送じゃなくて直接渡してくれていいんだよ。シャンティー。あ、かわいい。三種類目。モテモテのアイナさん。ハッピーバレンタイン。あなたって人気者だから、たくさんプレゼントをもらってると思うけど、私からのプレゼントも受け取ってくれると嬉しいわ。さやかだけど、私の気持ちよ。伝わったかしら、シャンティ。なんか一人は、ね、美味しそうって書いとったけん。食べ物、チョコなんかなって思うけど、他のみんなもそうなんかな。親愛なるアイナさん。バレンタインデーなので、あなたにプレゼントをしたいなって思ったら、いても立ってもいられなくなりました。でも直接渡すのは恥ずかしいので、メッセージカードに添えて送りますね。伝わりました、ルイシー。恥ずかしいから。本命やな。マミーさん、ありがとう、アイナさん。今日はバレンタインですから、日頃の感謝の気持ちを込めて、あなたにプレゼントをお送りします。本当のことを言うと、私の気持ちはこのプレゼントより、もっともっと大きいんですけどね。マミーでした。かわいい。てか、全員内容違うね。え、もしかして、しずえさんも？アイナさんへ、ハッピーバレンタイン。アイナさんへ、日頃の感謝を込めて、ハートのバラブーケをプレゼントします。おー。これからもどうぞよろしくお願いしますね、姿勢より。え、かわいい、やったね。任天堂からもか？あ、これは別ね。アップデートのやつね。なるほど。これは？サンクスギビングテーマの家具が集まってきましたね。お部屋の統一感が出てきています。サンクスギビングデーテーマの家具？そんなの揃ってきとったっけ？全然わからんねやけど。あ、待って。ショッピングしとったやつが。あ、この辺のか。ま、この辺は後からの受け取りでも、いっか。とりあえず、これ一緒のやつ？しずえさん。ハートのチョコレートと、バラブーケだけ、受け取っておこう。んで、てかさ、あれよね。通販でしか買えんよね、チョコレート。私こんな全員にお返しできんねえけど。よし。で、みんなからのプレゼントを開けていきます。母の刺繍飾り。ほうほう、母からね。で、これが、アイダホ。ハートのチョコレート。もしかしてみんなチョコレートっすか？おー、ハートのチョコレート。うわー、みんなからチョコレートが、幸せだな。
超幸せだな。あ、ハートのバラブーケ。え、これは静江さんじゃないよね。他にもおったってこと？ほら、バラブーケ。バラブーケ。2種類あるんや。なるほど。ん？あ、びっくりした。これあれか。あの、アップデートのやつか。スーパーマリオの壁。なるほど、なるほど。ラモテちゃん。オースやってるか？ジョリ。お話ししよう。アイラ島の平和はオイラに任せとけ。毎日パトロールしてるからな。ジョリ。ジョリジョリ。え、てかさ、あ、久々の。赤いトリパネアゲハ。ああまさかのスターの網が壊れてしまった。私みんなへ、みんな分用意してないけん、とりあえず、まあ、あの、みんなからもらった分も、あの、加わってしまうけど、何人かに渡していこう。とりあえずラッピングをしようと思うんだが、はい、たぬき商店やってきました。てかこれ何？あ、カーニバルなランプ。あ、なるほどね。そっか、もうすぐカーニバル。てか明日か、カーニバル。15日やったよね、確か。買っちゃいましょう。そう、今回の、飛び盛りの時と違って、そうそうそう。そちらは2月15日に行われるカーニバルにちなんだ商品ですが、カーニバルにぴったりにリアクションを収録したリアクション集も戸棚にて販売中です。お、マジで？カーニバル当日までの期間限定商品ですので、ぜひそちらもご覧くださいませ。ませ。そう、このカーニバル家具は、カーニバル当日にもらえるやつと同じらしいんよね。でもカーニバル当日は、なんかもっとカラフルな感じで、なんかいろんな色がもらえるらしくって、まあ、どっちでも入手できると。戸棚の商品をご覧になるんですね。必要なものがありましたらお申し付けくださいませ。ませ。これか。ビバカーニバルリアクション。なんか結構高いな。そちらのビバカーニバルリアクションには、島での生活がより一層楽しくなるリアクションが収録されています。2月15日までの期間限定となっておりますので、早めにお買い求めください。お値段は19,800ベリとなっておりますが、いかがでしょうか？買っちゃいましょう。毎度ありがとうございます。ちょっと待って。お、なんだ？一回一回閉めないでって思ったらそういうことね。なるほど、納得。どんなリアクションなん？新しいリアクションを覚えた。ZR からお気に入りを見つけてコミュニケーションを豊かにしよう。違う。え、ZR ってどれ？奥か。ね、カーニバルは、登録。で、とりあえず、あ、を外して、え、あ、もう一回登録のやつでね。ビバ。あ、この辺ってこと？ここからなんかな？なんかね、見てなさすぎて、いろんなやつが新しいっていう表示になっとるけんよくわからねえ。でもとりあえずこれはそうよね。あ、かわいい！あ、めっちゃいいやん。超キラキラしてる。え、あのキラキラは？君たち二人から出てるの？なんかキラキラ向こうから来たよね。どういうことだ？てか私ラッピングペーパー買いに来たんだよ。そうなんだよ。なんか違うことしよるけど。ラッピング。赤の方がいいかな。じゃあ赤いラッピングペーパーを、じゃあ5個でいいよ。毎度ありがとうございます。他にも何かご利用のものはございませんか？大丈夫です。ありがとうございました。ってことでちょっと、5つほど包みますか。包む。チョコレートかブーケかわかるかな？もらったやつも包んでいくけど。自分で用意したやつもあるけん、中には。で、バラブーケ。で、チョコにしよっかな。オッケー。渡してこよ。ありがとうございました。おし。チョコレートを配っていくぜ。ってことで、あ、アイダホ、ヤッホー、受け取ったよ。小さいな、元気出してくぞ、の心。
おしゃべりしよう。こういう日は外で筋トレするのが一番。スペースを気にせず思い切り体を動かせるからな、な心。なんか正反対のことしよる気がするけど、ドーナツ食べてますよね、君。てか座っとるけん渡せんやん。立って歩いてろよ。待って、他の子たちは？家の中か、ルーシー。お邪魔します。いたいた。はい。アイラさん、1ヶ月の間お話ししなかったんですけど、どうされたんですか？まさか、1ヶ月前私が家の中でタンゴを歌いながら激しく踊っていたのを見られた？知らないよ。とにかく今日話しかけてくださってすごくほっとしました。これからまたよろしくお願いしますよ。そういう意外な一面があるのね。何かありましたか？よ。これもらって。え、私に？よ。はい、どうぞ。あ、これチョコかな？ブーケの方が良かったかな？今開けてみてもいいですか？まあ、ハートのチョコレート。バレンタインにプレゼントですか？あ、でもルーシーからは多分、ブーケもらったんかな？じゃあチョコでいっか。アイナさんからいただけてすごく嬉しいです。ありがとうございました。よ。いただくだけでは申し訳ないので、よかったらこちらをお持ちください。ダウンジャケットです。マジで？いや、もらってるんだよ、君から。さらにもらえるのね。なるほど。ダウンジャケットってどんな感じ？あ、いいね、いいね。でも、色味的にはさっきと変わらない。さあ、それじゃあ。あ、はなちゃん。おや、あいな。あれ？そういや、長いことあんた喋ってなかったね。ここ最近おしゃべりする気分じゃなかったのかい？そういう時って誰でもあるもんな。ま、気が向いたら話しかけてよ。こっちはいつも大歓迎さ。だってね。はい。ん、なんだい？だってね。あげます。ハンナちゃん、どっちがいいかな？チョコかブーケか。パッと見な感じはチョコやけど、やっぱ意外とオートメチックな感じのところもあるかも。ってことでブーケにする。はい。そんじゃ、早速開けさせてもらうよ。これってもしかして、バレンタインの？やった！ハートのバラブーケだ！おう、喜んでる。よかった。うちの方こそ世話になってんのに、あんたのそういうまめなところ、尊敬するよ。いつもありがとね、アイナ。さすがにタレじゃ悪いから、お礼にワイシャツを着とっておくれ。だってね。なんでみんな、着るものを渡してくれるんだい？ワイシャツ。普通の感じかな。じゃーん。お、歌い出した。上機嫌なの？よかったよ。さ、いないな、家に。ん、もしかして誰か広場に。あ、いた。モニカー！わー、アイナちゃんだ！ちょうど会いたいなって思ってたの。あは。これいらない？ん、なになに？あは。やっぱ、ブーケだよね。はい、どうぞ。何が入ってるんだろう。早速開けてみるね。ほんと？ハートのバラブーケだ。今日はバレンタインだもんね。でもまさかエノちゃんからもらえるなんて、最高。あは。お礼と言っちゃなんだけど、よかったらもらってよ。はい、学校の椅子。いらねえ。全然いらないんすけど。いやー、君もなんか、ね、もう着るものでみんな統一してくるんかなと思ったら、そこは違うんすね。違っちゃうんすね。お、マミーさんおりやん。これで？あと一人かな？マミーさん起きて。ごめんなさい、私寝ちゃってました？まさか、寝言とか言ってませんよね、ダフン。言ってないよ、大丈夫。何かご用ですか、ダフン。これもらって。あら、何かくださるんですか、ダフン。はい、どうぞ。わ、早速開けさせていただきますね。まあ、ハートのチョコレート。バレンタインにプレゼントですか？アイラさんからいただけてすごく嬉しいです。ありがとうございました、ダフン。お礼と言ってはなんですが、町娘の着物です。どうぞお持ちください。町娘の着物？なんか良さげ。え、着てみよう、着てみよう。今日めっちゃ服装変わる私。あ、かわいい！ちょっと帽子が合わんけど。帽子とあと、リュック。帽子を外して、ジュリュックも外しとく？靴はまあ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 。裸足になるわけにはね、この季節に。着物普通に可愛い。超嬉しい。ごめんね、てっちゃん。君にはないんだ。
かわいそうな扱いだけど。お、いるかと思ったけどいないんだな。ってことはシャンティーに渡そうっと。アンチョビいなかったよ。ってことは私男の子にはアイダホ、渡してないんか、アイダホ。私女の子にしか渡してない。まあいいや、友チョコってことで。あら、私が何を作ってるかそんなに興味があるの？だってば。興味がある。これはもしや渡せないパターンじゃん。これはね、バードバスを作ってるところなの。いわゆる DIY ってやつね。自分の持ったものが形になっていくのってすごく刺激的なんだから。まああなた、バードバスの作り方知ってたの？だってば。知ってます。さすがね、アイナさん。私が見込んだだけあるわ。バードバスの良さをもっとたくさんの人に知ってほしくて、私レシピカードを作ってみたの。あなたの周りで DIY に興味のありそうな人がいたら渡してあげてくれない？ねえ、私からのプレゼントは受け取れないでしょうか？受け取れないでしょうか？私に何かご用事かしら？だってば。あ、渡せる。よかった。あら、もらっちゃっていいの？だってば。いいよ、いいよ。はい。どうぞ。中身は何かしら？ハートのチョコレートじゃない。今日はバレンタインデーだったわね。あなたからもらえてとっても嬉しいわ。アイナさん、ありがとう。だってば。何かお礼をしたいわね。そうだわ。パイロンを受け取ってちょうだい。だってば。なぜ？どうして？シャンティからもらってなかったよね、確か、チョコ。なんかね、こういうイベントの日ぐらいさ、しずえさんとかにも渡せたらいいのにね。ちょっと雪だるまを作ろうかな。雪だるま、あと違うサイズを作りたい。ここと、ここにあることは確認している。一瞬ないかと思った。よし。ってことで、この最初のさ、蹴り寄るところがすごい怖いよね。ぶつけてしまいそうで。私、ちっこいのを今回作ってみたいなと、思っているんだけども、ちっこいのってどれぐらいかな？押せるようになったらいいんかな？あんなとこにアンチョビおりやん。なんか、店の隙間から見えた。これぐらいならもうちびっこになる？よいしょ。両方転がせるようにならんといかんかな。まあ、私が勝手に思っとる基準やけど。とりあえず、蹴り飛ばしまして。お、押せる押せる。ってことは、ちょっと体の方をもうちょいと。こんなもん？よーし。でい。あれ？あ、あれ？もしかして、もしかしてファミリーないの？普通の雪だるましかないとか？あ、もし、普通の雪だるまだな。これは、あ、完璧やった！この美しい曲線、惚れ惚れするだすな。素晴らしい職人技だす。よくここまでこだわってくれたらすね。小さくしようと思っただけなんやけどね。前回のもしかしてデカすぎたってこと？まったく君にはいくら感謝してもしきれないだす。俺にとっておきのアイテムの作り方を教えるズラ。出すだかズラだかはっきりしろよ。氷のツリーに DIY レシピ出す。後でスマホを見ておくズラ。あとこれもあげるズラ。そのアイテムを作るのに必要な生きろ大化粧出す。持ち物に入れておいて出す。これを使って、オラ直伝のアイテムを作ってくれ出す。はぁ、我ながらなんて美しいフォルム出す。君には雪だるま職人としての才能がある出す。普通の雪だるましかないんかもしれんね。わからんけど。ちょっと勝手に思ってみた。と、増えたんかな？絶対綺麗。なんか思った感じと違う。氷のツリー。なるほどね。もっとちゃんと普通にツリーかと思ったけど、木だけなんよね。葉っぱがなかった。DIY で何か作ろうかな。作ります。じゃあその、氷のツリーとやらを。普通の雪の結晶が8個いるだと。集めますよ。集めればいいんですよね。普通の網は私持ってないのか。作れる？作れるのなら。網。買った方が早いような気がするけど。網。あ、こっちでやった方が早いやん。何やってんだ。はい。とりあえずしょぼい網を作って、おいし。そしてここから、網。オッ
ケー。鉄鉱石も十分すぎるほどあるね。網ができた。ふぅ。ってことで集めますか。雪の結晶が8個やったよね。探し求めます。は。キラ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 ーってちょっと聞こえるよね。あの音好きなんやけど。雪の結晶、雪の結晶。お、アンチョビー。君が家にいなかったから、渡せなかったよ。チョコが。せっかくのチョコが。まあ、でもシャンティに渡せたけん、雪。どっちにしようかなとは思ったし。これで2個。ん？今どこかから。ん？あ、あそこや。木の陰に。ひえー、消えた。何回か失敗したら消えるってことかな。く、つらい。2個。これか。ちいやーもうちょっと見える位置に行ってから網を振ろう。うん。2。今2個も無駄にしてしまったよ。こっちの方にも落ちとんかな。なんか確実に溶けそうな気しかせんけど。ないな。てか、落ちてはないよね。飛びよんよね。あ、あった。はい、これで。3個。はい、順調。3個。砂の城やったとだの。あ、あった。アイダホはいつまで座ってるんだ。はい、4個。半分。あと半分。あった。ちっこいよね、雪だるま。やっぱ、飛び盛りの頃に比べたら。ま、でも、ちびっこではないけど、このサイズはもう。え、これで何？ 5 個だっけ？ちょっと今が何個なのか。把握できていない。多分5個であろう。あ。で、これで多分6。あと2個。あと2個だぞ、頑張ろう。ないな、飛んでないな。雪の結晶、雪の結晶。あ！待って、私、パチンコを持っていない。ってことは無理だな。画面切り替わったらなくなるもんね、あれ。つら。撃ち落としたかったのに。パチンコ壊れたまんま作ってなかったんか、私。あそこに。あ、これ届かんやつやね。あー、届かない。シャラ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 って音だけ聞こえる。雪の結晶の音だけ聞こえてくる。くっそー。向こう渡る？だいぶ遠回りしたけど。じゃ、行くまでにあるかなーと思ったけどなかった。え、もう消えたのでは。あったー。こ、え、ははは。消えてしまった。ちょ、あと2個なんだよ、あと2個。結晶さんや。何？今ピコーンってなったよね。今日はあんたにとっておきのリアクション教えてやるよ。お、久々じゃないリアクション教えてくれるの。ダチョウを元気づけたいときは、この任せて、リアクションで一発さ。はい、ドーン。任せろってね。かわいい。器のデカさを見せつけるつもりで、堂々とやるのがコツだよ。どんどん使っておくれ、だってね。ありがとう。任せて、なリアクション教えてもらった。ドーンと来い。ポン。あ、あそこに。あ、ありがとうね。はい、あと1個。よし。残り1個。1個。さあ、どこだ？もうそろそろ飛んでそうじゃない？もうそろそろ飛んでそうじゃない？そんなことないっすか？なーい。雪の結晶がないよー。あ、ウリちゃんおった、今。そうか、日曜日か。なるほどね。
よし。ふぅ。ってことで、これで、これで、作れるでしょう。DIY で、作ります。どこ行った？どれになるの？あれは。季節のレシピっていうのがあるんか。氷のツリー。作っちゃいます。じゃーん！氷のツリーができた！よき。ってことで、ちょっとあっちに飾ってくるね。この辺。これいっぱい並べたら良さげな感じやね。氷のツリー。お、思ったよりでかかった。こんなの、え、よくないよくない超よくない？ちょっとあの、私の格好があれやけど。ま、でも浴衣なわけじゃないけんね。着物やけんね。はい、良きでしょう。ふぅ。いい感じに。何個ぐらいあるんやろうね。あの、アイテム。ちょっとなぜ丸かす持った。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか雪だるまを作ってもらえるレシピも全部集めたいなとは思うけど、うん、それまでに溶けて終わりそう。